北西から見たフェスティバル劇場。右端がミネルバ劇場チチェスターフェスティバル劇場はイングランド南東部チチェスターにある劇場。中心市街地の北の外れにあるオークランズ公園の一角に位置している。創設者の元チチェスター市長、レスリー・エバーシェット・マーチンの構想に基づいて建築家フィリップ・パウエルとヒダルゴ・モヤが設計し、1962年に開場した。 その後、1989年には、付属施設として、より小規模なミネルバ劇場が、隣接地に建てられた。初代の芸術監督に就任したのは、ローレンス・オリビエ卿で、今日は、最初の国立劇場劇団をチ、父チスターで結成した。父チチスターでの上演作品は、そのまま、国立劇場劇団の本拠地であるロンドンの、オールドビッグシアターに移って上演されることも多い。 フェスティバル劇場のシーズンは4月から9月までで、古典劇から新作現代劇、ミュージカルまで多様な作品が上演される。シーズン中は野外でのプロムネード上演やキャバレーやコメディの夕べなどのイベントも催される。さらに、広くアマチュアや若手に舞台の機会を提供するイベントや、家族単位で参加する家族の日の催し、各種の講演会なども開催されている。 現在、劇場は登録事前団体となっており、実業家で1980年代の保守党、政権下で閣僚を歴任した、グラハム卿、デビッド・ヤングが会長となっている。ありがとうございます。